ユリアン・ドラクスラーは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、グラートベック出身のサッカー選手、リーグアンパリ・サンジェルマン所属、ドイツ代表、ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。2000年に、グラートベックにある SV レントフォードでサッカーを始め、SSV ブアーレ7-28を経て、8歳からシャルケレイ4のユースチームに入団した。 2011年1月15日、ハンブルガー SV 戦で、ブンデスリーガデビューを果たした。17歳と117日でのデビューは、シャルケ史上最年少であり、ブンデスリーガ全体では、塗り写品に次ぐ。同年1月25日、DFB ポカールの1、FC、ニュルンベルク戦で、初ゴールを記録。ブンデスリーガにおいては、 同年4月1日の FC ザンクトパウリ戦で初ゴールを挙げている。また、この年は UEFA チャンピオンズリーグでも6試合に出場した。2015年夏、ユベントス FC やアーセナル FC が獲得に動いたが、2015年8月31日にケビン・デブライネをマンチェスター・シティ FC に売却した VFL ・ボルフスブルクに 遺跡金3600万ユーロで加入。しかし、アーセナルやパリ・サンジェルマン FC といったビッグクラブが関心を寄せたこともあって、次第にこうしたビッグクラブへの遺跡願望を口にするようになり、クラブとの関係が悪化。ボルフスブルクは遺跡願望を却下し、結局残留したまま2016から17シーズン開幕を迎えるものの、サポーターからブーイングを浴び、 主力にもかかわらず、第14節のバイエル・ミュンヘン戦でベンチ外になるなど、クラブとの確執が解消されることはなかった。2016年12月24日、ボルフスブルクはパリ・サンジェルマン FC への移籍を発表し、2017年1月3日にはパリ・サンジェルマン側からも移籍を発表。契約期間は4年半。一月十四日のレンヌ戦でパリ・サンジェルマンの 選手としてリーグ戦デビュー同試合で初ゴールも記録した。2012年5月26日、ドイツ代表としてスイス代表戦で A 代表デビューし、2013年6月2日のアメリカ代表戦で代表初ゴールを挙げた。2014年5月13日に行われたポーランド代表との親善試合ではフィリップ・ラームラ主力選手が不在だったこともあり。 ドイツ代表史上最年少でキャプテンを務めた。2016年 UEFA ユーロ2016では決勝トーナメント1回戦のスロバキア戦で1ゴールをアゲマムに選ばれた。2017年5月、ロシアで開催される FIFA コンフェデレーションズカップ2017の代表メンバーに選出された。若手主体のメンバーの中でキャプテンを務め、ドイツ代表の同体開発優勝に貢献。 最優秀選手にあたるゴールデンボールを受賞した。ありがとうございます。